どうもこんにちは、太郎です。今回からマスターシェフのパーソナルストーリー順番にやっていきたいと思います。まずは1年生のエース君からいきましょうか。見習いシェフのマスターシェフ1話いきましょう。結構さ、そつなくやっちゃった感あるから、ストーリーどんな感じになるのか楽しみだな。ミネストローネ作ろう。調理開始少し前。始まっちゃったな。マスターシェフ、かったるいけど、パパッと適当に終わらせるか。二人ともさ、あんまりやる気なかった。そういうこと？うわぁ、挨拶の時はニコニコしてたのに、この代わりに、コミュ力だけで生きてる人間はこれだから。ん？なんか言いました？てか、アイデア先輩。浮かない顔してますね。はい、いや別に、なんでもない。ただ、コミュ力がなさすぎる。えらく自信あるみたいですけど、世の中そううまくいきますかねって疑問に思っただけですが、大丈夫ですよ。初心者向けプログラムっていうぐらいだし、そんなに難しいことはしませんって。じゃあさ、二人とも始めるよ。エース君、イデア君、厨房に移動して。はーい。ご指導よろしくお願いします。浮かない顔してんな、イデア。今からエース君にはミネストローネを作ってもらうよ。今日は肉厚で美味しそうなパプリカをいっぱい仕入れたから、普段より多めに入れちゃおう。ミネストローネ。はいはい。ランチプレートによくついてるトマト味のスープね。いろいろ具材が入ってるし、なんか大変そう。本当に初心者向けなんすか？そんなに身構えなくても大丈夫さ。作業内容としては具材を刻んで煮込むだけだよ。え、そんだけ？なんだ、そんなの余裕じゃん。エース君の言う通り、具沢山だから、ちょっと作業は多いけどね。じゃあ、まずは、このパプリカを縦半分に切って、種を取ったら小さくしていこう。はーい、小さくって、だいたいどれくらいのサイズにすればいいんですか？今回はパプリカを主役にしたいから、他の具材より大きめ、だいたい2センチ角かな。だいたい2センチ角ね。了解でーす。トントントン。いい調子だよ。だいたい同じ大きさになってるし、包丁もちゃんと使えてるじゃないか。どうも、そんなに使ったことないけど、寮で先輩が作業する様子は見てるんで。ああ、エース君はパーツラベル寮生だったね。お菓子作りによく参加してるのかい？まあ、当番になることありますよ。先輩たちの手伝いがほとんどで難しいことはできないけど。先輩の作業を見て学んだわけか。元が器用だからこその手際の良さなんだろうね。あざーす。まあ、これぐらいは楽勝です。これは頼もしい。じゃあ他の材料を持ってくるから。残りのパプリカを刻んでおいて。OK でーす。やっぱ俺の予想した通り、全然厳しくねえじゃん。マスターシェフ、最高だぜー。いいね。なんか、イディアとはさ、ちょっと受け取り方が違う感じがするな。おやおや、ご機嫌だね。パプリカは切り終わったかな？なんかさ、めちゃくちゃ切るんじゃない？もしかして。具材がめちゃくちゃあるみたいな。なんかそんな気するよね、これ。おすん！来た。シェフ、この木箱に山盛りの野菜が。まさか今からこれ全部使うなんて。あはは、さすがにこの量が全部入る鍋はないよ。あはは、ですよね。焦った。ま、最終的には全部使ってもらうことになるけどね。
とりあえず玉ねぎがこれくらいと、あとはやばいね、ガチの見せないよ、大変だ、ドンこれで1回分かな、1回分、え、この後に残りの野菜も全部刻むんすか、そうだよ、スープは単品でも人気だし、セットメニューについてるからたくさん必要なんだ、地獄のカット、この鍋だけじゃなく他の鍋でもミネストローネを煮込むからたくさん準備をよろしくねめちゃくちゃ不満そうな顔してんじゃん、マジかよ、キュウリだけとはいえこの量なーに、エース君は手際がいいからあっという間に終わるよ、さあ玉ねぎの皮を剥いて、はーい、全言撤回、厳しくはねえけど作業多くて大変すぎ、これ乗り切るんだろうか、続く、思った通りにならなかったな、ストーリークリア、じゃあ第2話行きましょう、怒ってんな、トントントン、あーマジ腕が限界、シェフ積まれてた分全部刻み終わりました、すごいじゃん、頑張ったな、お疲れ様、よく頑張ったね、はあ、ようやく野菜の山から解放された、刻んでも刻んでも減ってる気がしなくて永遠に終わんないかと思った、大げさだな、どれどれ、エース君の切った野菜は、うん、指示通りに切れてるね、ここまで来れば作業の大半が終わったようなものだ、エース君ラストスパートだよ、下ごしらえがやっぱさ料理って大事なんだろうな、こういう時の大半が終わったって絶対に当てにならないんだよな、口だけじゃなくて手を動かす、もたもたしてると審査に間に合わないよ、へーい、頑張れエース、トマトの水煮缶を入れて20分煮込めば完成、時々アクを取るのを忘れないようにね、ようやく最後の工程まで来た、このまま20分ずっと張り付いてるとは言われてねえし、洗い物でも片付けるか、これやばい予感するよこれ、ずっと野菜切ってたせいですっげー疲れた、早くルームに帰ってベッドでゴロゴロして、よかった、でもなんかこう空いた時間でなんかしようとするみたいな、それはいいけど心配だなこれ、洗い物終わり、大丈夫か、次はスープの皿とスプーンも準備するか、手際いいじゃん、カチャカチャカチャ、鍋大丈夫、めっちゃ心配なんだけど、これ見に来てんの、お見に来てるわ、鍋のアクをすくってっと、お、だいぶミネストローネっぽくなってきた、煮込み終わるまでにまだ時間あるし、さっき洗った調理器具今のうちに片付けとこうっと、こいつすげえな、料理が終わった時にはキッチンが綺麗になってるパターンのやつだ、エース君は容量がいいな、初心者にはなかなかできない動きだよ、ありがとうございます、素直だよね、受け入れちゃって、うん、ポット取るように帰るか誰が試食に来るんだろう、これ気になるところ、うお、お前わしのミネストローネはまだかの、料理上級者として厳しく審査してやるぞ。よう言ったな。あ、でもトマトだからさ、嬉しいんじゃない？あ、リリア先輩が審査員なんすか？どうぞ、お手柔らかにお願いします。疲れ切ってるエース。それは厳しい相談じゃの。エースよ。やけに疲れた顔をしておるな。これまずいんじゃない？なんか元気づけようとしてさ、わしの料理を振る舞ってやるみたいな、なりそう。いやー、ここだけの話、寮の面倒な当番をサボるつもりで参加したんですけど、
こっちはこっちでマンツーマン指導だから全然手を抜けなくて帰って大変だったっつうか。おお、それは当てが外れて残念じゃったの。ま、これもまた経験というやつよ。あ、マジで失敗したわ。というわけで、俺がすっげー苦労して作ったエムストローンです。美味しそう。いいじゃん。ふふふ。では冷める前にいただくとするかな。さてさて、出来のほどは？パクッ。もぐもぐ。美味しいんじゃない？まずそうなイメージないしな。まあまあじゃな。初心者にしては悪くない出来だと思うぞ。おい、結構厳しいじゃん、本当に。それだけ？もっとなんか、他のコメントがあってもいい気がするんですけど。特別にうまいわけではないからな。悔しければ、もっと精進するんじゃな。うめ。審査員に選ばれたのも何この面。わしがもう一歩踏み込んだレシピを伝授して、おい、やばいぞ。ゴースト早く止めろ。あ、来た。ダメダメ。エース君の指導者は私だよ。だいたいリリア君は単位も取ってないだろ。邪魔が入ったか。しかし、遠慮はいらんぞ、エース。いつでもわしに教えを声に来るがいい。これ、エース、今さ、究極の二択が迫られてる、これ。どっちの師匠につくかみたいな。ずっとアライブだよ、マジで。いや、遠慮しときます。見る目があんな、エース。こんなに頑張ったのに、まあまあって、割に合わなすぎでしょう。何はともあれ、審査は合格だね。おめでとう、エース君。覚えるべきことはまだまだたくさんある。今後もこの調子で頑張っておくれ。いやー、ヒヤッとしたなー、審査員の登場。合格できたのは良かったけど、もしかしてこの後もひたすら野菜を切らされる感じ？こんなことならおとなしく寮の仕事をやっとくべきだったかな。クタクタな後ろのゴーストめっちゃ応援してるのいいね。エースのこの表情なんか珍しくない？終わり。良かったです。結構面白かったな。グルービーさせに行きましょう。はい、やってまいりました。エースの見習いシェフですね。グルービーさせます。 OK。 こんなニコニコしてたのに。料理褒められても俺的には別に。嘘嘘、ちゃんと嬉しいって。こいつ褒めたらさ、さっきみたいな感じで別にみたいなと、褒めなかったら拗ねるの。これからもどんどんかっこいいところ見せてやっから、楽しみにしてろよ。面白かったです。せっかくなんでボイスも見に行きましょうか。はい、やってまいりました。見習いシェフのエースくんですね。召喚獲得演出から順番にやっていきましょうか。ヒロン。初心者向けの授業ならあんま難しいことはしないっしょ。ま、適当にパパッと頑張ります。まだ知らなかったっていう、大量の野菜をカットすることになるのは。グルービンス今見たからいいか。ホーム設定。お、プロっぽくね。見た目色の濃い野菜って味も独特なのが多い気がする。人間も野菜も濃いやつほど癖があるつってね。なるほど。セベクと話してたら通りがかったリリア先輩がほいって飴くれたんだけど、すっげえ色で未だに食えてない。怖すぎですそれ。何事もダメって言われるとやりたくなるよな。電子レンジ NG な食材をあえて入れてみたりとか。悪だなこいつ、爆発させちゃいそう。6人直後料理な。お茶会のお菓子作り当番を分担でやるくらいしか経験ねえけど、ま、なんとかなるっしょ。
なんとかしそうだよな、こいつ。お、大成功！めちゃくちゃいい出来じゃん。どうよ、俺がやる気になれば料理だって楽勝だっつーの。調子に乗ってる。ゴロッと生の実が乗ってるチェリーパイって贅沢だよな。砂糖煮のやつとは違った良さがあってさ。うん、昔読んだ本のせいで生ガキ苦手になったんだよね。見るたびにそれを思い出すっつーか。生ガキ苦手なんだ。え？フライパンって洗剤で洗っちゃいけねえの？鉄製のだけダメ？はぁ、あ、ハートの女王の法律並みに細かいな。むずいね、確かに。ホールトマトはサクサク潰れて圧倒的に楽だわ。栗の裏ごしはマジできつかった。こっち下ごしらえの話ばっかりだな。やっば、目分量で塩入れたらマジしょっぱい。いけると思ったのに。適当じゃダメなの？ダメだよ、ちゃんと測んないと。じゃあ最後どう？うまい？うんうん、素直でよろしい。まだまだあるから遠慮せずにおかわりしろよな。いいね、これいいじゃん。なんか食べに来たみたいな感じ。はい。結構良かったですね。エース君やっぱ お調子者で何でもテキパキこなす感じで、どんなストーリーになるのかなと思ったけど、なんだかんだ結構さ痛い目に遭ってるみたいな。そういうさところがあって、まさにねそれを体現してるストーリーって感じで良かったですね。なんか珍しい表情だなと思って、そのグルービーをねちょっと見れて満足でした。面白かったです。次回はイデア先輩ですね。これちょっと大本命だな、マジで。どんなストーリーになるんだろう。楽しみです。じゃあ今回これで終わりにします。良ければチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。